バカ助かる。バカいくらでも言うよ、マジ。いや、みんなさ、マジね、ダサいこともね、はっきり言った方がダサくない。俺、実は今日、転んだんだっつって、もう素直に言った方がダサくない。ごまかす方が、いや、これはちょっと違って、とかっていう方がダサい。でも全然ボイス出さないじゃん。だって違う、ボイスは疲れんのよ。ボイスは疲れる。もうボイスを撮る時間があるなら私はじゃあカバー動画を作りますわっていうことで、あんまりボイスに労力を割いてないだけで、いやー今後もね、実は、何かしらあるはずなんだけど、それもちょっと辞退しました。ごめんなさい！欲しいって言ってる人がいるのは知ってるんだけど、マジですまんと思っているが、マジでなんか、今回もスイちゃん、ボイスないんだ、シュンみたいな。そういうツイートを見るために、すみません本当にごめんなさいって毎回思うんだけど、でも出さない。でも出さない。告白ボイスください。なんで私がお前たちに告白しないといけねえんだよ。怒るじゃん。スイちゃんボイスないんだ。いや、待って、君たちのそのツイート、僕も実は悲しんでいる。じゃあ出せって感じなんだけど。でも出さない。己が、やっぱそうだよな、みんな欲しいよなっていくら思っても、でも出さない。歌うより疲れる。うん、歌うより疲れる。なんかそう。歌うより疲れるかもしんない。歌よりもめっちゃ撮り直してる。もっとね、気楽に撮ってもいいならいいんだけど。お前らバレンタインだ。チョコもらったか？もらってねえんだな。悲しいな。来年はもらえるようにするんだぞ。じゃあなみたいな。そういう感じでいいならやるんですけど、そっちの方が好き。煽ったつもりはない、ちなみに。そういうのでいい。いや、でも怒るって。一定層は絶対怒るんだって。絶対、は？こいつなんで煽る？舐めとんの？俺のこと？つって。絶対怒るって。そういう系のが好き。本当？なんか、あれしよっか。オタクに優しいギャル。あ、やばい。はい、次行こう。いた。